都心から少し足を伸ばせば、そこは豊かな自然と魅力的なスポットがあふれる多摩エリア。たまにはプラッと。今回訪れたのは奥多摩町。東京都の区市町村の中で最も広い面積を誇り、東京の貴重な水源である奥多摩湖をはじめ、四季折々の風景や澄み渡る空気を堪能できます。 JR 青梅線奥多摩駅からバスでおよそ35分、東京都の西の端、緑深い山あいに異世界への入り口がありました。日原川の支流に口を開く日原鍾乳洞は関東屈指の規模を誇り、夏には大勢の観光客が訪れる人気のスポットです。その理由が、もう涼しい、外気の影響を受けにくいため、洞窟内の気温は年間を通じて11度前後、夏はひんやり涼しく、冬は暖かく感じます。鍾乳洞とは、地面に染み込んだ雨水によって地中の石灰岩が溶かされてできた洞窟のことで、溶け出した石灰分を含む水により、自然の力で長い年月をかけて鍾乳石が作られます。鍾乳石は1センチ伸びるのに70年から130年もかかると言われ、そこには人が推し量ることのできない歴史が刻まれています。なんかかすかに音色みたいなのが聞こえるけど、これは水琴窟と言われる日本庭園の手法の一つ。地中に埋めた瓶に蝶子鉢の水が滴り落ちる音が反響して、美しい音色を奏でます。さらに奥へと進むと、うわー、広い。さっきまでずっと狭い道をね、歩いてきたから、こんな広いところもあるんだ。突然視界が開けたその先には、まるで異世界に迷い込んだかのような幻想的な空間が広がります。悠久の時が生み出した大自然の造形美、神秘的な世界に足を踏み入れてみては。